こんな浮きたぬきの使い方のご提案。ゲイリー山本の浮きたぬき。10番のフックがいいってことなんで、ツーペリフック。いよいよね、梅雨にも入ってこういうトップウォーターとかがね効くタイミングなんじゃないかなってことで、スピニングタックルで使おうって感じだけどね、多分重さ的にはベイトフィネスな感じのタックルでもいけちゃうはずだから、ちょっとね今日はベイトでウキウキしてみようかな。あ、全然届く届く。浮き抜きゲームしていきますよ。見えバスがいたら一網打尽ってことで、デイタイムスペシャル。はいはい、ウキウキフィッシング開始。多分ね、見えバスがいればウキウキフィッシングできると思うんだけど、大概流れのある時はあっちの岩盤の際とかにいたりする。細かくアクションさせるんだとスピニングの方が絶対いいよね。チチチチチって逃げてる感じ。お、お、来た。おお、浮きたぬきファーストフィッシュはミニちゃん、かわいいね。おお、よく食ってくれた浮きたぬき。はい、浮きたぬきのね3倍ぐらいのサイズかな、釣れてくれましたね。こういう梅雨時の高活性なタイミングで、効くよねこれは。じゃあ逃がしてあげます。ありがとう、浮きたぬきピース。いやー、ありがとうありがとうね、えありがとうね。よいしょ。おお、フッキング良好ですね。うん、ああ、ちっちゃいのあそこにいるんだ。ちょっと、あー、すげえ飛ぶねベイトでも。ああ、こりゃ釣れるわ。もう一匹ぐらいいない？流れに逆らってこうタヌキがちょこまかちょこまかと逃げております。やっぱこのサーモンピンク視認性いいな、予想通り。うん、この色最高。浮きたぬきフィッシングを楽しんでおります。ちょこまかちょこまか。うん、いいね。ノンソルトじゃなくて本当エラストマーなの肝だよな。こういう浮くルアーをテキサスとかダウンショットとかで使うとすげえ釣れたりすることがあるから、ちょっとやってみます。浮きたぬきのテキサスリーグ。フリーで使って重り先行で行ってふわーっと誘ってくんないかなっていう。
こう水中で浮くんですよね。ケツが立つというか、それで誘う。カサゴ釣りなんかですごいね、効くね、仕掛けなんですけど、バスでも行けんじゃねえかな。おっしゃ、でけ、お、引くぞ、お、うわ、浮きたの来てきたす、来た、お、でかい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 、うわ、よいしょ、よっしゃ、あ、痛い痛い痛い、うわ、はーい、浮きたの来てきたすにね。いいサイズ来たー。いやー、ね、通常のヤマタヌキとはまた違ったね、中層でここフリーにしてふわ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 ね誘ってくれて、いやー、ちょっとねトップウォーターじゃきついなと思って、まあ一匹小さいの釣れたんですけど、シンカーかましたらこの通り。はーい、浮きたぬきのね、テキサス使いで、ね、いいサイズ来ましたよ。40ぐらいあるかな。あー、これはね、新しい。ね、これが、新しく出たですね、浮くタヌキなんですけど、それにこういう感じで、シンカーを入れてフリーでね、で、中層をふわ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 、ミドスト気味でやったところ、イバース。浮きタヌキの、面白使いでしたね。技あり。よいしょ。ありがとう。中層にはいるね。はいはい。浮きたぬきの、まあ、針とかはそのまんまで、でこうシンカーをね入れて、でミドスト気味にこう中層で。ふわふわと誘ってくる、そんな使い方をしてみております。もちろんね、あのトップ使いが一番ベストだとは思うんだけど、ね、トップで釣れないタイミングなんかね、こうそのまんま中層で切りもみ、こう切りもみ切りもみね、ちょっと分かり濁ってて分かりづらいんだけど、こう結構ね浮力があるから、ダンフワーダンフワーっていうなんか不思議な切りもみアクションをねするから、なんというか、まあこんな感じでも釣れるんだってね。いやー、いいね。結構引いたよ今の。この40ぐらいあったのかな。中層でバタバタなんかレンジキープして、こうペペペペペって切りもみアクションするね。さすがに1個あたりの単価が高いからね、ジグヘッドとかでやるってのはなんか怖いけど、まあテキサスリグにね、シンカーかましてだったら、中層で切りもみさしてる分にはそんななくならないと思うからね。いやー、いい引きだったな。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。
いたよ。おお、元気元気元気。いやー、浮田の来てきた、すげえ。いやー、うおー、ちょっとねトップできつかったからちょっと重りをかましたところ、よく釣れるようになってきました。ちょっとファールかもしんないけど、よっしゃ、うん、あらー浮きたぬきテキサース。はい、引き続きね、ほら浮きたぬきテキサスで来ましたよ。こんなね、具は浮きたぬきなんですけどね、重りを入れて中層でこうふわ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 やったらね、釣れてくれるっていうね、トップウォーターで出ない時にシンカーポケットにねちょっと入れとくだけでね、次の展開に持っていけるから、あながちね、なんだろう、悪くないんじゃないかなとね。こんな感じね、結構いいサイズでしょ。うん、綺麗なバース。じゃあ逃がしてあげます。いやー、いたよ。あの、で、浮きたぬきさ、エラストマー素材だから、ちぎれなくて、これ超いい。ね、今40アップぐらいのと、まあ今のも、まあまあいい。なんだろう、アベレージサイズだったけど、エラストマー素材でこの超釣れるタヌキ形状だからね、なくなんないね。3個入りなんだけど、コスパすごいんじゃないかなこれね。うん、中層にいたよ。こういうなんか激流れでトップでピシピシやってもね、全然今釣れないようなコンディションだから、ポケットに入ってた重りをね、通して、そしたら結構ね当たりが取れるようになってきました。いやー、浮きたぬきいや、もちろんスピニングでトップで使おうとは思うんだけども、だけどもこれ三島とか豊草とかね、そういうところでも試してみようかなね。いやー、カレントが効いてる時に中層でね、ミドストですよね。すげえ飛ぶし、なくなんないし、魚よく釣れるし、なんだ、苦し紛れかみたいな感じでやってみたんだけど、ね、釣れてくれちゃうから、ありありのありだなね。まあ普段ねブルフラットとかね、そういうのでねこの手の釣りやるけど、シルエットちょっと小さめでキュッキュッキュッって口にスパーンってね吸い込ましたい、そんな時に浮きたぬきのね、こうテキサスのミドストみたいな、こういうのどうでしょうか。でちなみに、タックルは、メタニウムの左巻きハイギアのモデルに、これホワイトウルフの8ポンドクラスで具合よく当たりが取れてます。へえ、いやー、ね、最初トップウォーター的にこうチャ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 ってやるんだけど、釣れる時って結構向こうの岸際に浮いてたりね、そういうのが見えるんだけど、今日全然流れが強すぎるのか見えなくて、ちょっと虫パターンというかトップウォーターパターンじゃないなという、やっちまったかなと思って、全然やっちまってなかったっていうね。楽しい浮きたぬきミドスト、なんつう名前よね。タヌスト、なんだろう、言いづらい、何がいいかね。まあタヌスト、浮きたぬきのタヌストで来ましたね。そういう感じでいきますかね。
2匹連れてるから、まあまあ若干パターンじゃない。こんな流れ早いとこいるかな。行け、タヌスト。